ちょっといろいろしちゃえるの迷ったんですがやっぱこの国立競技場のね、えー、鹿島対マリノスのこの注目の名門対決えーちょっとまずこれをね観戦配信で見ていこうと思いますよろしくお願いしますいや昨日東京勝ったし上位陣全部負けないかなうんこういうこともないかな何してんちょっとあれないわ嫌持ってくれないと やっぱりまず鹿島はやっぱ中盤の差の知念のところですかね、ここでいかに中盤のところ試合できるかどうか、これは鹿島の流れが変えてきそうです、そして周りのやっぱ前線の3人だね、き、まあ、今日エウベルはいないですけど、やっぱ右アン・マテウス、前線、アンデルソン・ロペス、今日左、井上ですけど、その3人はやっぱかなり強力なんでね、この3人中心見ていきたいです。 井上,井上のシュート、止めた。レミさんのペース、二 <laughs> 連発。日は四ゴールです。いやー、井上がいいコースにシュート打ちましたね。オフはないか。どうだ？いやー、これは井上のカットインしてからのし、いやーまあどうだろう。早川がまあちょっと結構ブレてんのかな。 うーんちょっと弾く場所については確かにあれだったかもしれないですね <laughs> いやまあでもその前のその奪っ,奪ったあと奪った後のコーション切り替えはよかったねうんそっから早かったいや井上のカットインもよかったよ鹿島もあそこで取られたのがねうんまあ眩しさもあまあショートバンで難しかったあるかもねおおいいとこいいよ うん、さあか相当5人ぐらいいるぞい,るいや,ーいやー流れてれ、ね、打つかいや鈴木優だーいやー、うん、これは面白くなってきました決めた相当ボックス内に5人ぐらいいたからねちょっと全然足りてなかった、うん、カメラ <laughs> 殴ってる <laughs> 続きもずっとバーで一人合わせたもんねはいはいカメラ <laughs> カメラ殴るのやめてよ <laughs> 5人入ってたよねたいやすごいな確かにいやもう誰もあ今一回見はしたけどあそこで流れちゃってもうだから相当人数ボクスにかけてたんでディフェンスがもう足りてなかった中に四人5人に対して4人しかいないもんねここで5人か いやーでも鈴木優マを見れてなかったんだねうーん古レちゃんかやめてよあっごめんなさいスコア変えますお願いしますおっといやスコアうんいやちょっとまずここいやーおーエヴァルドただまたここもカシマボールスコアをうんいやちょっと今これは見ないと <laughs> いやー激しいないァルない

展開早くなってますもう、えー、開いてるよサイド開いてるノーノー上がってきたシュートうまい,<ー>いやまた決めたサイドバック <laughs> ノーノすげーなめっちゃ点取るなこのサイドバックはルーキーですまた決めた,決めた、ね、また決めたノーノー, <laughs> ノー鹿島逆転いやー鹿島逆転に成功ノーノー点目とかか いやーでも鈴木のその前のパスも良かったねーであそこで知念が時間作って上がってくる時間を作って最後はノードのシュートいや,ーやーいやー関側が追加点いや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  島や,やっぱセットプレーも可能性すごい感じるよね前半のねあのコーナーキックがついた時もそうだったけどこの3点目大きいですやめて不安系の人は <laughs> めてかなり好調みたいですもいやないいななねねやボールも素晴らしいボールだったしいや樋口かうん オフサイド取ろうとしたんだけどうまく取れなかったねマリノスとしてはライン揃えてってころだったんだけどオフサイド取れずにギリギリのところで抜け出されましたねこれはあまりにも大きい3得点目です上島サイドチェンジでは宮市宮市カットいいからやうおった そう決めたのは村笠まだ2分12分あるかあるぞあるかこれはいやあ宮市がいいクロス入れましたねーかどういやーそう終わってみれば3対2点の取り合いになりました いやー、面白いし。いやー、両チームのね、攻守の攻防がね、ほんとにすごくて。攻守の攻防おー、8戦負けなしか。だから東京が勝って以降もうずっと負けないってことか、赤嶋は。強いねー。うおおいやー 裏は同点ソルバッケンアシストですいや、今はでも奪ってから、まず、あの、グスタフソンのね、展開が良かったね。グスタフソンが展開して、ここから、ソルバッケンのパスも良かったなぁ。引き付けといてたもんね。いや中島のコントロールショットも素晴らしい。さあ、ここで、タイムアップ。 まあ僕ら後半だけどさすが後半はだいぶレッツの時間も多かったんでね、うん、レッツは逆転まで行きたかったとそういう試合でしたさあ,あ現段階でのこれ順位どうなったかかっこいいですね、うん、おこれでガンバが3位浮上となりましたねすごいすごいなガンバ町田鹿島勝ちで並んでます、うん、で神戸4位転落と。 いいう状況になっています、うん、さあちょっとこのあとまた C からねあのセレッソの試合見ようと思うんで、はい、ちょっと1回あの休憩しますありがとうございましたまた後ほどお会いしましょうあのハートとかバラとかいろいろありがとうございますまた後ほどお会いしましょう失礼しますあ,ありがとうございました失礼します